カッパ園長グッズ第9弾販売開始のお知らせです。カッパ園長オリジナルカッパパーカーとポケットが2つ付いた最新エコバッグ、3日間限定販売となりますのでお早めにどうぞ。はい、どうもカッパ園長です。じゃあね、ここからちょっともう切り替えてね、ツボ政府何考えてんだよって話を、まあ、4連発ほど見させてもらうんですけど、いやーもう本当何考えてんだよとしか言いようがないですね。全部、順番逆にすればよかったかな。エリザベス女王陛下の話は一番最後に持ってくればよかったな。まあちょっと不謹慎かもしれないんであれなんですけども、じゃあまず最初、このデジタル庁とね、TikTok が連携してマイナンバー制度のね、普及啓発ショートムービーを公開みたいな、どえらいことを日本政府がしれっとやってるわけですよ。何考えてるんですかね、こいつらは。ほんとマジで。デジタル庁が中華アプリの TikTok 使ってマイナンバー制度の普及を促進するためのこのショートムービーを公開してるんだ。マイナンバーカードって知ってるかいみたいな、トゥットゥットゥットゥみたいなことやってるんですよ。アホか。正気の差だとは思えねえな。だってついこの間ですよね、アメリカじゃこの米連邦ね、この通信委員会でね、この中国へこのデータ送信ということでね、この TikTok もうほとんどなんかこの出禁っていうか、もうね、この取締りの対象に置いた、監視下に置いているっていうね、地政学的な脅威としてね、なんかもう注意喚起超えてましたよね、確かね、っていう感じなのに、本当に日本政府ってなんでこうアホばっかなんですかね。アホばっかなのか、ツボばっかなのか、何考えてんだよ、おいおい、しっかりしてくれよ、ほんと。まあ、今のね、岸田坪内閣、ね、岸田坪自民党だったらね、こんなもん序の口よ。ね、情報抜かれるじゃないですよ。もうこれ、情報差し出す気満々で、ね、わざとこういうことやってるんですよね。まあ、役所がね、ラインべったりなぐらいですから、だからもう、坪政府、ね、坪内閣、坪政府、ね、坪議員どもの、ね、政界がツボックどもだけじゃないですね。役所もそうですよ、ね、官僚もそうですよ。ツボ官僚、ツボ役人のツボ省庁ですよね。まあツボでは済まないか、中華アプリだからな。まあもう完全にもう特派にね、なんかもう乗っ取られますね、これね、本当にね。だってマイナンバーですよ。マイナンバーね、まるっと中国に差し出す気ですよ、ね、当然半島ともシェアされるに決まってますよね。なんで今わざわざ TikTok に手出してんですかね。ね、若年層で、ね、一番人気がある SNS だからってそんなもん理由にならないよ。だってアメリカがね、ほんとついこの間ですよね、情報流出アプリと指定したやつですよ。これは危険なアプリですと、中国本国にデータがね送信されていると、こんなもん使うわけにはいかないと。それをマイナンバーですよ、日本政府がね、どうにかしようとしている。このマイナンバーをね、 TikTok 使って広報しているっていう、さすがツボ政府。ブレないね。上海ツボ政府、品ツボ内閣だな。まあもう国会議員やさ、もう霞が関ってね、なんだろう、この、事務処理ね、事務処理はまあ割とね、得意なのかもしれないですけども、なんかこの、でも例えば外務省とかはさね、このアメリカの外務省だけじゃないよね、世界のこの動きね、この情勢とかにさ、知らねえわけねえだろう。だからわざと分かってやってるんだよな。情報に疎すぎる。いや、本当に知らなかったとかだったらもう、ポンコツ以外の何者でもないよね。ね、これ日本の技術流出とかさ、なんかもうね、この間もこの武道を取られたり何かを盗まれたりとか、今日もなんかこうね、もう一個のチャンネルの方でもパクられたりなんか、そんな話見ていきますけども、それは取られ放題なのが止まらねえわけだよな。ねえ。だってもうことごとく日本の何かをとか誰かをとかどこかをこう守るための、ね、法案は一切通さず、だって今日この後見てきますけど、この間さ、
まあ、直接この話とは関係ないけど、入国、ね、入管法改正法案あったじゃないですか。あれを、要はこの3回目、3アウト制にして、ね、しかもこの不法滞在のやつには、この罰則も、ね、刑事罰もっていう、そういうこの、もう一回再提出っていう話あったじゃないですか。あれ、握りつぶされましたからね。うん。だからもうことごとく、ね、日本を守るための、ね、そのなんか立ち上がってこの声を上げてる人とか、なんかそういうこのね、法案取りまとめてこの通そうとしてる人たちは、ことごとくね、やっぱりこの、潰されるわけですよね。邪魔されて妨害されるんですね。だもうこれなんかもうね、その逆で、うん、半島や大陸に、要はこの売国行為、ね、反日売国行為、日本を売り飛ばす行為は、ね、どん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 ね、この勝手に進められてるってことですよ。すさまじくとんでもない状況ですよね。うん。っていうのになんかあんまりね、僕も含めて日本国民が、あ、そうなんだ、ふーん止まりなのが、余計危険ですよね。え、だってこれ相当おかしなことやってるわけですよ。TikTok で、マイナンバー、みんなマイナンバーどうみたいな。いや、頭おかしいでしょ、どう考えても。俺がおかしいのかな。ね。アメリカで安全保障上問題が指摘されてるアプリ使って、ね。なんでこの同盟国の日本がそれを行政で使ってんだよ。いやー、品太郎くんが大臣になった途端これかよ。マジでため息しか出ねえな。でね、この品太郎くんの話もこれ次の動画とかで見てきますけど。ね、うん。坪大臣だったことが発覚してますからね。な、もう、やばいよ、ほんと。日本政府、いよいよ。完全にこれ外国税のね、この息がかかってない人探す方が早えよ。何かしらこの外国税っていうか、売国税か。うん。え、もう牛耳られてますね。完全に。うん。大臣も、ね、この政党としても、この坪自民党だし。うん。で、創価公明なんて言うまでもない。ね、共産党なんてさらに言うまでもない。ね、立憲社民だって言うまでもない。あと何が残るの日本国民のために仕事してくれる人、あと何人いる？うん。ね、昨日とか見た。ね、うん。いや、もう本当数えるほどしかいないんじゃないの。だからもうね、例えばこの小野田議員なんかもね、この入管法のね、ね、何が何でもって再提出にこのねっていう感じで、ね、何日か前にこの動画でね、お伝えしましたけど、まんまとやっぱりね、うん、生意気でお前黙ってろみたいな感じでこの握りつぶされちゃったわけですよね。うん。なんとかしてさ、ね、ああいう日本のために、日本のことを思って立ち上がって行動しようとする人の、妨害をさせないようにしないとダメだけど、ちょっとだいぶ厳しいな。ね、危機管理能力があるとかないとかじゃないですよ。そんなもんないですよ、もう。危機管理能力じゃないですね。どんだけ売国やれるかですよ。そういう競争でもしてんじゃねえの、坪政府で。坪議員どもは。いや、俺の方がね、すげえ売国だぜ、みたいな。こんな法案通しちゃうんだけど、マジでって。アホかと。うん。てか、日本政府、どうだろう、日本国民もそうかな。ね。まあ、最悪100歩譲って個人的にね、うん、別に何を抜かれても困るもんないし、結構ですよ、関係ないっすよって言うんだったら、そういう人は使えばいいんですけども。役所とかさ、ね、この、役場ですよね。うん、その、だからもう政府の、このね、うん、官公庁ですよ。LINE とか TikTok ね、それを日本政府がね、うん、堂々と使って何かをしようと、マイナンバーだなんだってやっている。うん。いや、もしかしてこの担当者とかって LINE とか TikTok 日本のこのアプリだと信じてたりするアホいるのかな？まあ、そうじゃなくてね、うん、がっつりこのね、この大陸スパイね、うん、いるし、ね、このツボックしかいねえし、うん。ね、取締る側も、うん、ね、ツボックばっかだから、もうむちゃくちゃだな。なんだろう、もしかしてこのデジタル庁とかこの消費者庁って、このタイミングで日本にとどめさすために作られたんじゃねえかって、そこを疑うよね、マジで。もうセキュリティ意識とかないから、ね、セキュリティ何それ、美味しいのぐらいですよ。ね、どんだけ売り飛ばすか、そのために、ね、そのために存在するのが今のこの岸田坪内閣なんで。
最悪だな本当に。しかもね、こんなんじゃ済まないんだよ、まだまだ続くんだよね今日はね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。